よもぎちゃんよもぎちゃん、よもぎちゃんって平地の殿様ガエルなんだよね。うん、そうだよ。じゃあさ、山って行ったことある？いや、遠くには見えるけど実際に行ったことはないかな。さすがにあそこまでは遠すぎるよ。なるほど、じゃあせっかくだし行ってみようよ。そうね、せっかく人間の姿になれたから行ってみましょうか。よし、出発。ここが山だよ。田んぼとは全然違うでしょ。すごい、木がいっぱいある。でもなんか地面が斜めになってて移動がしづらいんだけど、それに倒れた木が邪魔して通るのが大変。そりゃあ山だからね。ここに住んでいればそのうち慣れるよ。山でも平らな場所はあるから、そこだったらよもぎちゃんも暮らせるかも。なるほど。キャッ。どうしたのよもぎちゃん。水が冷たい。それに大きい用水路の流れがすごく速いよ。よもぎちゃん、これは用水路じゃなくて渓流だよ。渓流？山の上を流れてる水のことだよ。山に降った雨が湧き出て集まった水がこうやって流れになってるんだ。僕たち流れ引きガエルはこの川に住んでるんだよ。え、こんなところで？というわけで今回はそんなたくましく生きる流れ引きガエルの紹介だよ。流れ引きガエルは引きガエルか引きガエル族のカエルだね。大きさは70から168ミリメートルで大型に分類されるカエルだね。さらに日本固有種で日本にしか生息していないんだよ。なんでこっちを見てそんなに誇らしそうなのよ。なんとなく日本にはヒキガエルが5種類生息していて、北海道、本州、四国、九州には3種類、沖縄や離島には2種類が生息しているんだ。ヒキガエルまたはガマガエルっていう名前は知ってる人は多くても、多分だけどヒキガエルに種類があるなんて知らないだろうし、その中で流れヒキガエルなんてほとんど知られてないと思うんだ。確かに、なんとかヒキガエルって言われても興味のない人だったらまとめてヒキガエルでくくられちゃうね。だから今回この動画で覚えてほしいことがあるんだけど、日本在来のヒキガエルは流れヒキガエル、日本ヒキガエル、アズマヒキガエル、都ヒキガエルの4種類がいると伝えたい。さらっと流れヒキガエルを一番前に持っていったわね。さらに日本のヒキガエルといえば流れヒキガエルってイメージを定着させたい。強欲になってる。本州に生息している流れヒキガエル、日本ヒキガエル、アズマヒキガエルの見た目はそっくりなんだけど、殿様ガエルとダルマガエルより見分けやすいんだ。え、写真からだと全く区別できないんだけど、これなら模様や体型で判断できる殿様ガエルの方が見分けやすいんじゃない？確かに殿様ガエルとダルマガエルが一緒に出てきたら分かりにくかった。でも大丈夫、この3匹は生息場所が全然違うんだ。まずアズマヒキガエルは名前の通り東、つまり東日本に住んでいて、日本ヒキガエルは西日本に住んでいる。そして流れヒキガエルは、これは後で紹介するよ。もちろん人が移動させた移入個体がいるから生息場所が重なることはあるけど、殿様ガエルとダルマガエルみたいに一緒にいることはまずないから、生息場所で判断できるのがまず一つ。なるほど、確かにこれは分かりやすいね。でもやっぱり見た目が同じだから、その分からないよ。この3種類の見分け方は鼓膜だね。鼓膜ってカエルの目の後ろにある丸いやつだよね。そうだね。まず分かりやすいのがアズマヒキガエル。目の後ろにある大きい鼓膜が特徴だよ。だいたい目より気持ち一回りくらい小さいんだ。そして目と鼓膜の距離が短い。ほんとだ、まだ比べてないけど鼓膜が大きいってことは分かるよ。日本ヒキガエルの鼓膜は小さいんだ。そして目からの距離が長いのが特徴だね。加えてまとめると、アズマヒキガエルは鼓膜が大きくて目との距離が鼓膜の直径より短い。日本ヒキガエルは鼓膜が小さくて目との距離が鼓膜の直径よりも長い。という感じで覚えれば簡単に見分けられるよ。なるほど、殿様ガエルとダルマガエルみたいに個体によって違うってことはないのね。
じゃあ流れ引きガエルは？流れ引きガエルの鼓膜は大きい小さい以前に見えないんだ。あれ、ほんとだ、鼓膜がない。別にないわけじゃないんだけど。そういえば以前キヌゲさんが動画で流れ引きガエルは幻のカエルって紹介してたけど、あれってどういうことなの？もしかして殿様ガエルと同じで絶滅危惧種とか？いや、地域によっては絶滅危惧種に指定されているところもあるけど、日本でのレッドリストには載ってないんだよ。キヌゲさんが言ってた幻っていうのは、世界的に見て珍しい生態の引きガエルってことなのです。世界的に見て珍しい生態、他の引きガエルと見た目はほとんど変わらないのに。実はうちらゴクリ渓流に住んでいるのです。おうほ、それはさっき聞いたやつだね。それから？それだけです。え、流れ引きガエルだけに隠されたすごい能力とかないの？ないです。え、どういうこと？ふっふっふ、ではそのすごさを解説していくよ。び、了解です。カエルって田んぼとか沼とか水辺に住んでいるイメージがあるけど、引きガエルは基本肉生のカエルなんだよ。日本にいる流れ引きガエル以外の引きガエルは繁殖の時以外はほとんど水場に行かないんだ。だから渓流という水場に生息していることがまず珍しい。ふむふむ。さらに渓流で一生を過ごすのは世界でも流れ引きガエルだけ。オタマジャクシの時も口が吸盤状になってて、流れる水の中でも石に張り付くことができるんだよ。この時手で持ち上げても落ちないくらいの力で吸い付いてるから、渓流で生活するのに特化した体になってるんだよね。大人になっても他の引きガエルと比べて足が長くなってて泳ぎがうまいことからも、水辺での生活に適応していることがわかるね。他の引きガエルでは絶対に生活しないようなところで生きている。それが流れ引きガエルなのです。なるほど、地味なように見えて見方によってはすごい生態なんだね。ちなみに流れ引きガエルの生息地はこんな感じです。狭っ。あまり知られていないのはこういうところも原因だったりするよ。北陸と中部地方西部、近畿地方の一部にしか生息してなくて、他の引きガエルと違って平地には生息してないんだよ。流れ引きガエルの流れも流れから来てて、渓流で見られることを意味してるんだ。なるほど、こうして見ると確かに幻のカエルって言いたくなるね。これだけ生息域が限定されているなら、図鑑に登録されるのも結構遅かったんじゃない？発見自体はかなり昔からされてたと思うけど、日本引きガエルと混同されてたみたいで、流れ引きガエルが新種として登録されたのが1976年だから、比較的新しいって言えるかな。流れ引きガエルって他にどんな特徴があるの？ここからは流れ引きガエルに限らないんだけど、引きガエルは飛ぶのも泳ぐのもあまり上手くない代わりに歩くことに特化してるよ。とある場所の日本引きガエルはオタマジャクシからカエルになったばかりの頃に、麓から山頂まで歩いて登るよ。ま、なんですって。しかも引きガエルの子ガエルってすっごく小さくて、カエルになったばかりだと7ミリメートルくらいだよ。ちっさ。え、こんなに小さいの？あ、でもわかった、この山がとても低いってオチでしょ。低い山がどれくらいかはわからないけど、標高829メートルだから低くはないと思うな。ちょっとそれが高いのかどうかわからないから調べてくる。高かったわ。この詳細は日本引きガエルの紹介の時にしようと思うから、とりあえずここまでね。あと引きガエルといえば、舌を伸ばして捕食するのが特徴だね。殿様ガエルみたいに獲物に飛びつくことはしなくて、自分の周りをうろついてる昆虫を食べたり、歩いている獲物にのそのそと近寄ってから食べることが多いよ。子供の頃はあんなに動いていたのに、大人になったらだらしなくなってる。食べる獲物の大きさも
大型種の割には小さい獲物を好むんだ。だから大きいバッタやゴキブリをもらうよりもダンゴムシやヤスデとか小さくて動きの遅い生き物がありがたいかな。特にダンゴムシはカルシウムが豊富に含まれているから、もし飼育するなら定期的にちょうだいな。というわけで流れ引きガエルの紹介でした。あれ、前回ガマガエルがどうとか言ってなかったっけ。あ、忘れてたわけじゃないんだけれども、キヌゲさんから紹介は12分以内って言われてるから、これ以上解説すると時間を超過しちゃう。あらら、それは仕方ないわね。まだまだ引きガエルのことで伝えたいことはたくさんあるから、また今度のお楽しみにとっておくよ。最後にキヌゲさんに伝えたいことがあったんだけど、キヌゲさんが上げた動画を見てて思ったのが、引きガエルは夜行性だからいくら時期が合ってても昼間はかなり見つけにくいよ。なるほど、捕まえるには活動時間も大事ってことね。それでは次回の動画でまた会いましょう。高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいんだ。ご視聴ありがとうございました。カエル的に。